どうも、こんにちはです。えー、緊急動画でございます。えー、それはなぜかと言いますとですね、えー、まあちょっと本当もう1時間ぐらいトレーニングして、もうすぐこの動画を撮ろうと思ったんで、もうなんかみんなにも,もうぐっちゃぐちゃで大変申し訳ないんですけれども、あの、B リーグ、えー、実はファイナル会場行ってました。えー、チケットを買えたので、えー、行かせていただいて、で、まあどうやら帰ってきたら日テレさんの、えー、放送が、えー、途中で切れて、えー、大炎上してると。 えっといやまあこれそもそも説明しなきゃした方がいいなって思うのは大炎上する何でしょうねこう、まあ、意味がないなって僕はあんまり思,、えーまあ、思ってるタイプですねまあそれはやっぱりテ,テレビに携わってる人間なのであの仕組みを、まあ、知ってる人もいるのと思うんですけど知らない人の方が多いんですかねあの放送を切れるのが嫌であれば NHK さんかもう絶対ネット見た方がいいです。あの 要はテレビってどういう仕組みでできてるかっていうとそもそもまずまあるるっていうのが分かるっていううののががか大前提でありますよねでそれを軸にまあ例えばそのまあそうですね2ヶ月前3ヶ月前なのかなかな、まあ、それこそ僕が出させてもらってる「細かすぎ伝わらないものマネ選手権」とかっていう番組もスペシャルでやるときにはえもうこの放送日っていうのがやっぱりもう。 会社としてて設定されてるわけですよね普通はいや会社じゃないですかだって事業計画と一緒なんで会社としてこの放送でやりますとでそうなってきた時に例えばじゃあ細かすぎて伝わらないものだったら2時間の枠ですよっていうのがもう、ね、延長線みたいなのないので2時間の枠っていうのを、まあ、スポンサーそこの枠を用意テレビが用意するでそこにじゃあスポンサーどれくらい集まれるかみたいな感じだしあとはじゃあじゃあ1時間でいいんじゃないってもしなれば1時間の えー、中でじゃああと他の番組をどういうふうに展開していくかっていうもうパズルのようにもうだって皆さんだってテレビが見れなくなった時ってないじゃないですかテレビの番組がその瞬間なんかスポッて開いたみたいなのってねなんか番組の内容を差し替えて何か絶対入れたりするじゃないですかアーカイブとかを載せたりとかでそういう部分で言うと絶対にあのそこを抜けないためにみんなパズルでやってるわけですよね。でそのパズルでやってる時にスポーツだけは えっと、やっぱり延長戦とかそういうのを想定してもちろんやるのはやるんでしょうけど、例えばそこで枠がね、増やせない状況もあるわけですよ。多分今回の B リーグに関してはもしかしたらその枠が最大ここまでしかもうできなくないっていうのが決まってるかもしれないし、あと僕は放送枠をちょっと認識もしてなかったんであれですけど、 2時間半だったら2時間半だけ、今回は2時間半だけっていうえ番組、えーっと、テレビ局、日本テレビさんのテレビ局の事業計画があるわけですよね。事業としての。このテレビを放送する事業としての枠組みとして2時間半だけだよね。どんなにスポーツの、えー、延長が入ったとしても、えー、バスケットの延長が入ったとしても2時間枠だけだよねっていう2時間半枠だけだよねって、もし決めてるんであれば、もうそこでやるしかないわけですよ。だから、ぶっちゃけ、あの、まあ状況によっては絶対、 途中で終わるのは当たり前だよなって僕は思ってるからあの大援助する意味もわからないしあの大援助したところであの、まあ、そもそも無料で、えっと、提供している放送なので、えっとまあね、それがやれば NHK さんとか NHK の、ね、受信料僕も払ってますけど、えー、そういう方とか NHK で見ればいいしあのバスケットライブもあるんでバスケットライブで見れば全編流れるし。 えー、あとは J スポさんも流れたのかな今回は J スポさんも流れてあとダゾンさんも流れてるよねでダゾンさんもあるんでそういうところで見ればいいなって思ってるんであの炎上して日テレさんが悪いっていうのは、まあ、僕はメディア側にいる人間だからこそより分かるというか何にも誰も悪くないっていうかむしろなが流してるいわパイを広げるために日テレさんというねまあところで流してるっていうことに、えー、とものすごくやっぱり価値があると思ってるんで。 でしかもすごい試合だったのであのもちろん途中で終わるの嫌っていう人はもちろんいるかもしれないですけどそんなの知らねえよって言われたらもうそれまでですけどでもそんなの知らねえよっていう,いうよりも知っとけばあじゃあ NHK さんで見ればいいのかななんかあの僕は文句が言いたくないからなんかそういう人僕は私は文句が言いたくないからすっきり見たいからそれだったら日テレさんじゃなくて。 あの、NHK さんで見ようっていうふうになればいいかなっていう。やっぱりそれはもう、ね、前々から決まってることなんで、あの放送枠は。で、野球とかだとやっぱりほら、あの、そこの、ここまで伸ばそうっていうのが基本的には多分、ある中で番組の構成が多分できてるはずなんですよね。だからあとはずらしていこうよ。で、やっぱり、スポンサー枠によっては、ずらせないものも絶対あるんですよ。多分、すごい強大なスポンサーが入ってた場合は、そこからそこで絶対流してほしいって。だ わかりやすく例えばそこのずらしてほしくない時間帯のスポンサーさんがなんか1億円だ2億円だり3億円なりまあもうじゃあ極端に言いましょう10億円払ってみたいなパターンがあったとするじゃないですかそしたらそんなにお金払ってくれてる人にはやっぱり「いや野球年長とか絶対やめてほしいんだけど」とかあのそれでずらすぐらいだったらやめてくれよみたいなそれこそ昔ダウンタウンさんの「ごっつい感じ」という番組であの。 ヤクルト戦の延長が入った時にダウンタウンさんの「のごっつ感じ」の放送があの時なくなったんでしたっけねその時に松本さんがこうダダの松本さんがねそれだったらまあもういい番組いいかなっていうので番組がなくなったりとかっていう,うねということもあったりしたんであの要は何延長してずらしてもいいと思われてる番組なのかそれともやっぱりあそこで今日切れちゃうってことはやっぱりその後 そういう風にできないような規約になった可能性が高いわけです。それは多分、日テレさんと、えっと、スポンサーさんの話し合いなので、ここだけは大変申し訳ないですけど、視聴者さんとの話し合いじゃないんですよね。やっぱ、ビジネスなんで、日テレさんと、その、B リーグさんの放送の枠がありました。B リーグの試合の放送の枠が取れてます。で、その後で入ってくる番組との、あのー、スポンサー、そこで放ってるスポンサーさんとかの枠の、 話し合いになるんでこれは大変申し訳ないんですけどもいくら怒ったところで視聴者さんが怒ったところで何も変わらないし変えようがないあのまあもう極論の本当になんかおみ意味わかんないこと言ってんじゃねえよって言われるかもしれないですけどそれだったら自分がお金払ってスポンサーになった人がえなんかあの日テレさんとお話ししてもう絶対に B リーグの放送をあのどんな状況になってもや,やるにはどうしたらいいですかっていう話をしてそこで初めていろんな。 話が来て契約が来て、で、こうでこうでこうでこうだったら、あの、最大延長まで全部、全部の試合を流すために他の番組をずらせますよみたいなこと絶対あるはずなんで、あの、そこはもう怒ってもしょうがないし、あの、まあ、僕からすれば怒る意味はよくわからないな、っていう感じで見てました。あの、 うん、だとそもそも放送するなよっていうのは僕は違うと思ってるしやっぱそこでちゃんといろんな話し合いいろんな大人の人たちが話し合いをしてそこで成立したものがこうやって流れてるんであのー、ね何て言うのかなもうテレビってある意味サービス業なんだけどサービス業じゃないところがあるんでもはや今,まあ今の状態はねあのスポンサーさんとテレビ局の関係性だけなんでもちろん視聴者さんが面白いと思ってるものを提供するのも。 あの大事なんですけどまず大前提としてスポンサーさんが喜んでそれをじゃあこれだったらうちのスポンサーとしてもあのスポンサーやってる意味があるよねっていうところの番組をやる意味がそこで発生しなきゃ次の相手として視聴者さんとして考えようがないかなって僕は思ってるところもあるんで今のテレビはねだからテレビ出れない人も出てきたりするし問題を起こせば。 あの必要のない人間はテレビ出れないしあのだから、まあ、そういう部分ではあの今回の件は僕はあの視聴者の皆さんも我慢するしかないですよってそれやったら最後でもし見たいんであればあの違うところを選択すればいいんじゃないのっていう結論ですあの少しでもなんかテレビの仕組みビジネスとしてのテレビの仕組みを分かってもらえたらあのなんとなく次は「あもうしょうがないしょうがない日テレさんありがとうと」 もうここまで流してくれてありがとう、ありがとう。で次はあの、あの、次の番組楽しむよ。うん。あの、こっから先はじゃあ NHK さん見るよみたいな感じで、あの、スポーツ楽しんでもらえたらなと思って。まあ、今本当ネットがあるおかげで、ネットの番組とかももちろんお金はかかるけど、あの、ね、見れるようになってるんで、あの、楽しみ方はそれぞれ、もちろんお金払える、払えないっていのはありますよ。えー、貧乏、ね、金持ち、えー、っていう生活環境の問題もあって、 えー、俺は見れないんだ私は見れないんですっていう人もいるかもしれないですけど、まあ、そ,れはそれはそこと関係ないことなんであのそことテレビの,あの見れないからこっち見てるのになんだよあれっていうのはちょっとまた別の話なのかなと思うんであのそこはちょっと折り合いをつけてもらえばなっていう僕は思ってるタイプでございますえまた明日もねあの B リーグの,あのファイナルありますんでぜひまた楽しんでください炎上にならないように。 ね、炎上してもしょうがないから、っていうところで、えー、ご機嫌よう。